こんちは、真の森です。今日はまず、溜まったポイントを消化しておこうと思います。基本的には、この大山猫の写真を撮るのが、ストーリーミッションなので、この後やっていきます。まずスキルポイントは、草や葉の間を通る時のノイズを、低下させるってやつにしましょう。パークポイントは、ライフルのブレスコントロールで、息を止めている間のふらつきを減少させます。ほんで最後に、溜まってきた剥製を飾っておきます。まずは、赤キツネ。シンプルなのが、映えますね。お次は、イノシシです。イノシシの牙、マジでやべえっす。本当に相手にしてはならんと思いますね。そして、オジロジャックウサギ。これが、かわいい。ヘラジカも飾ります。これもシンプルがいいかな。最後にオグロジカ。こんなもんでしょう。さあでは、大山猫のいる、黄色いゾーンの展望台に向かいますが、光の帯の先の、現在地の北にも展望台があるので、そこを経由して東に向かおうかね。では目印をつけて、出発しよう。道なき道をやってきました。到着。特に何の変哲もない展望台でした。展望台から見たから、未発見ポイントが増えたね。まあ、東に行く途中の未発見ポイントに寄っていこう。で、そのポイントに来ましたが、ただの狩猟小屋設置ポイントでしたね。では、本来の目的地にマークしていこうか。
truck out here. They'll hear you coming before you hear you coming. So, keep your distance. じゃ、どうやって写真撮るんかな？とりあえず、展望台に来ました。無事アンロック。この地点から、北と南にアウトポストが2箇所あるから、移動しやすくするために、アンロックしとこう。とりあえず、ファストトラベルのためにテント立てて、南の方のアウトポストへ行こう。では出発。はい、やってまいりました。実際にここに泊まってみたい。では次は、北の方のアウトポストアンロックだ。とにかく移動してるだけだけど、それでも面白いわ。これで大山猫追跡の下準備ができたかな？ほんじゃあ、中央の展望台に戻って、痕跡を探してみるか。いや、こっからがこのマップの本当の勝負だね。小動物のミッションは本当にむずいから。普通に、にゃーって聞こえたわ。いや、もうお目にかかれるかな。結局わからず。うわ、すげえ、ヒグマがいるよ。ヒグマハンティングできるなら、それでもいいんだけど。なんかおる。アリンクス、キープヨーディスタンス。ハブヨーカメラレディ。や
ばい、どうしよう、対処考えてなかった。こんな遠くから映して、クリアになるんかな。距離を保て、って言われてもね。ああ、茂みの向こうだった。いや、バカだった、オジロジャックウサギの。鳴き声の呼び笛で、足止めできたはずなのに。こりゃ前途多難だぞ、頑張らないと。ヒグマの休息エリア、普通なら逃げ出すわ。とにかく準備編ということで、今回はここでお開き。お付き合いに感謝。次回も写真を撮る、ハンターです。またのお越しを。